暗長は野端良吉。今収まってスタートしました。ばらついた飛び出し、後ろから6番のチュラウェーブです。前は4番静吉出ていきます。2番手外目に9番ナチュラルボーン、さらに外から10番シャドウモノリスに広がってきて、12番のピエナビーチ、これも後位の一角、内側1番ズールウォリアー、1馬身半2馬身あって中段広がりました。2番エレガントボイス、5番ヒトナードリーム、13番ナリノバドン、1コーナーに入ります。2馬身後から11番アークエンジェル、それから7番ケリービーラッシュ、後方に3番ピンクローズ、6番チュラーウェーブ、最後方8番エスペルト、2コーナー回っていきます。先頭は4番シズヨシ、手が盛んに動いて2番手9番ナチュラルボーンに、外から10番シャドウモノリスが今3番手4番手インに、1番ズールウォリアー直線コースに入りました。粘っている4番シズヨシ、リードは1馬身、追って9番ナチュラルボーンが2番手、3番手1番ズールウォリアー上がってきますが、後続殺到してくる10番シャドウモノリスに、12番ピエナビーチ、さらに追い込んでくる6番チュラウェーブ、7番ケリービラッシュも大外から追い込みます。2番手争い混戦、先頭4番シズヨシ合輪、2番手争い広がっていましたが、より微妙な体勢はうちの2頭でしょうか。1番のズールウォリアーと9番のナチュラルボーン、